はい、じゃあお願いします。私のお店の名前はアントランスと言います。このお店は、アンティーク調の雑貨やジュエリーを販売する、専門店に近いお店になっています。このアントランスという店名は、アンティークとエントランスという言葉を合わせて作ったものです。アンティーク調のものを販売するので、アンティークという言葉と、店のイメージを店内に入った時にまるでタイムスリップしたかのような空間にして、そのお店自体を空間と空間をつなぐ、扉っていうか、入り口にしたいっていう思いから、入り口と玄関っていう意味のあるエントランスという言葉を合わせてアントランスという店名にしました。店の場所は、東京の新宿の牛込桜坂駅から2、3分、歩いて2、3分のところにしました。この場所にした理由は、店の隣が自分はパン屋さんがいいなっていうことで、新潟でその駅から近くてパン屋さんがあるところを調べたんですけど、なかなかそのパン屋さんで一軒のお店をやってるところっていうのがなくて、もう東京で調べるしかないなと思って東京で調べた結果、この場所になりました。この場所は近くにスーパーマーケットだったり、あとこの辺に小学校とかあって、あと周りもアパートがあるので人は多いのでいいかなと思ってこの場所にしました。ショップの外装はこんな感じで、1階はこんな感じで、レジから全てが一応見えるようになりました。万引きが怖いので。で、2階はちょっと作業場になってます。で、このお店のターゲットは、アーティークは、全年齢から愛されるものだと思っているので、一応全年齢が対象になっています。で、これだと、普通のアーティークのお店になってしまうってことで、自分の店なりに何かできないかってことを考えて、2年生になってからはその雑貨に何か一つでもいいので仕掛けを作ることを心がけて作ってきました。例えばこれなんですけど、これ伏見先生の案をそのまま使わせていただいたんですけど、一つの箱で二つに分けることができます。で、斜めにも置くことができますってやつです。あとはこのランタンとかも普通のランタンじゃなくて、開けられて中にお菓子とか詰められるので、ハロウィンとかにも使うことができます。あと授業で作ったランプなんですけど、一応設計としては逆さまにしても置くことができます。あとこのシェードが回るっていう、ただ何も意味のないやつですね。あとこれは街灯型のランプになるんですけど、街灯型のランプにするだけじゃなくて接触をつけて吊るせるようにしたり、あと回転したりとか。あとこれは去年ハンドスピナーっていうのが流行ったので、それをジュエリーボックスにしました。こんな感じで眺めながら回せるという感じで、面白い商品を作って売っていけたらいいなって思いました。終わります。はい、ありがとうございます。すげえな。ちょっとスピナーもう一回回して。なんか一つ一つこう謎、なぜだっていう感じが面白いな。てか、それがなぜこの可愛らしい生地全てなんかなぜだって。自分の好きなのつけたんでよかった。あー、なるほど、ね、なんかこれも自作？あ、それ授業ね。そうなんだ。これもそれもそうです。そしてこの箱もすごいですよね。これみんな与えられた課題の箱でしょ。そうです。すごい。ガラス切ったの？ガラスじゃないです。アクリル切ったの？外せるんです。すごいんですよ。
だってみんなが持ってるあの木の箱でしょ、ただの下の皆さん箱のままだった。これが作ったの、この箱作ったの、みんなね、リミックがあるんですよ。やっぱりリミックはいいよね。これ1年生で はい、そろそろよろしいでしょうかね。はい、はい、ありがとうございました。